さ、俺そろそろちょっとジム行って体鍛えたいなと思ってんのよ。それなんでやそれ。いや、こう夏に向けてさ、こういい体にしときたいなって思うね。あー、うん、七夕？七夕に向けて体仕上げるやつおらんわ。七夕があるもんな。いや、筋肉の出番1秒もないぞあの日。え？じゃあ七夕ちゃうから。七夕ちゃうやったら分からんわ。そんなに七夕やと思ってたんや。お手上げやねんけど。なんでやねん。八方塞がりや。いや、ちょちょ、普通海やから。海？海、そう。海行った時にいい体やったらさ、こうなんかあるかもしれんやん。ああ、うん。おっきいパラソルでもモテるってこと？あ、うん、いや違う。溺れてる人を助けやすいから。いや、まあ、うん、っていうか。海の家でいっぱい食べれるってこと？こんなにピュアなロン毛がおるかよ。鍛えてたらさ、かわいい。いっぱい食べれるか。一つも性欲ないやんけお前。わからへん。なんでエロくないのに髪伸びんの早いねんお前。僕わからへん。めっちゃかわいいやんけ。わからへん。違う違う、俺海でモテたいねんな。うん、大人の人の話。もうかわいいとかじゃなくてキモいわ。大人の人の話や。大人の人の話とか二度と言うなよお前。僕ええわ。なんやねんお前。僕怖い。めちゃくちゃ大人やからお前も。僕怖い。怖がんなモテんのとかを。怖いからええわ。いいって。いいから、とりあえずジム行こうって言ってんの俺は。ジム行くんやったら、うん、そう、効率的に鍛えた方がいいで。ああ、そうな、うん、そう。自分の体で一番大きい筋肉から鍛えるのがいいらしい。ああ、それは聞いたことあるな。うん、だからお前やったら、はい、まあ、表情筋からやな。俺のこと、こう見えてんのかよ。表情筋からか。なあ、人生ゲームの人間やんけ、これ。人生ゲームお嫌い？お嫌いそうな顔してたけど今。まあ、特に左の表情筋か。あ、じゃあこう見えてたんや。特に左からか。おっきい P やんけ。おっきい P にしては仲良くしてくれてるよな。何を言うてんの？ずっと。いや、もういい。何を言うてん？そんな変な体ちゃうねん。とにかく俺普通に筋肉ないだけやから。でもそんな筋肉ないままジム行ったら大変なことなるで。いや、ちょっと恥ずかしいだけで大変なことにはならんやろ、別に。そんなガリガリが使うコインロッカーはないぜ。え？そんなガリガリがどうして水を飲むんだ？ああ、なんだ、会員証までガリガリじゃないか。ジムってこんなにガリガリに冷たいんや。なんでいるんだ。教室で台漏らしたぐらいいじめられてるやんけ、俺。帰ってくれ。もし俺がジムで漏らしたらどうなっちゃうわけ？もしお前がジムで台漏らしたらどうなるか気になる？気になるよ。じゃあちょっとジムで台漏らすのやってみてもらっていい？はあ、どうなるか怖いけどやってみるわ。どうしよう。あ、どうしよう。あ、やっぱりマッチョは集中してるか。これ台でパニックなると思ってた俺だけやった。恥ずかしい話。ダブルかシングル選んでくれよな。あ、トイレットペーパー出してくれてた。応援はありがとうございました。